こんにちは。あれ、ユタロさんがいない。ユタロさん、ユタロさん、じゃあこんにちは。どっから来たんですか？天から降ってきた。天から降ってきた。何しに天に行ってたんですか？いや、ちょっと話があったんだよ。あ、天にね、はい、守護霊に。守護おじいちゃん大好きだね。おじいちゃん子だったんですか？おじいちゃん医者やってて。あ、そうなんですか？そう会ったことはないんだけど。会ったことはないんだけど、はい、伝説的に聞いてるんだよ。おじいちゃんは医者で、はい、何でもやってくれたという、近所のね、はい、うん、だから尊敬してるんです。でもおじいちゃん子だったんですか？会ったことない。俺は気持ちはおじいちゃん子。あ、気持ちはね。気持ちはもちろん登場の仕方でしたけれども、はい、で、豊さん、はい、そういえばな、あのスポナビの方になんか出てらっしゃいませんでした？そうだな、準優勝とかな。そうですよね、いろいろ今年の、はい、あの注目選手だとか、うん、まあ、タイトルホルダー誰になるとか、はい、まあ、そういうので里崎、片岡、うん、3人でコラボしてみたいな、やってましたよね。やったやった。なんかちょっと面白そうだったので。まあ面白いと思うよ、うんうん、なので、あのちょっと概要欄に貼っておくので皆さんもね、はい、ちょっとチェックしていただきたいんですけれども、はい、そのスポナビの方で準予想を、はい、3人でやってましたけれども、はい、ゆたかさんのチャンネルでまだやってなかったな。私は準予想やってなかったので、やりましょうよということで。まあ、ただ開幕もしてないのに、うん、そうなんですよ、準予想かよって言うけど、はい、まあ、通常行われたね、はい、行われたらこうなっただろうという予想をします。はい、しますよ。しますよ。しますよ。そうですね。じゃあまずはパ・リーグから、はい、じゃあ通常通りに行われてた場合の順位ということですね。はい、はい、ちょっとお見せするかね。はいはいはい、はい、じゃあもうちょっとね、隠してるんだよね、段ボールで。まあ、まあ、この意味はね、まあ後で意味はやるとしたら、ね、はい、あ、1位楽天。はい、1位楽天。あ、こっち持ちますよ。はい、1位楽天。はい、1位楽天。はい、これなぜかというと、はい、まあ選手は揃ってるね。揃ってきた、うんうん、でやっぱこうあれだけ揃って、まあ、いろんなオープン戦とか見てると、はい、まあ、やる気に満ちてるし、うん、競争もできてきてるよね、はい、まあこれだけ動いて、うん、優勝しなかったらちょっと問題があるでしょっていう。もうそうですよね、まあ、そのぐらいのところまで来てると思うんだよね、はい、まあ、それと2位ソフトバンク、うん、でソフトバンクは怪我人が多い。そうなんですよね、で怪我人が多いし、はい、まあ、最終的に日本一になるのはソフトバンクかなとは思うんだけど、だけどやっぱ長いスパンで考えるとやっぱ怪我人を抱えると選手はいたとしてもなかなかやっぱ難しいよね。控えの選手が、まあ、熱い、層が熱いと言っても、それでもやっぱりでも経験値がない。あ、そうですね、ね、うん、で3位西武、はい、あのオープン戦見てると、うん、課題である投手力がちょっと横はなってきてるんだよね、はい、うん、ただやっぱ秋山の抜けた穴、まあ、1人の選手で優勝はできないって俺常々言ってるんだけど、でもやっぱ出塁率に関わってくるじゃない。まあ、例えば岡張君とか、うん、あの山川が打点が120以上上げてるっていうのはやっぱ秋山効果ってめちゃくちゃ大きいと思うんだよね。結局塁に出てる選手がいるから、そう打点になってるという。さ、そして4位がロッテ。ロッテなんか若手が伸びが悪いね。若手の、うん、まあ、例えば安田にしても、はい、あの藤原にしても、はい、まあ、ああいうのがもうどんどん出てきて活性化しなきゃいけないんだけど、はい、なかなか割って入れないね。そうですね、うん、だからそこがチームの勢いかなっていうふうに思うわけ、はい、ロッテのね、うん、で5位がオリックス。あれ？オリックスは確かに侍ジャパンに3人入ってるよね、はい、ピッチャー2人、野手1人って確かに、で AJ っていうのも入って、はい、だけどなんかやっぱこうバランスが悪いというかな。バランスが悪い、バランスが悪い、バランスが悪いっていうのはなんかまとまりがないというか。で、T 岡田っていうのが出てきて、はい、オープン戦で良かった、うん、で、得点力上がるかなって思うけど、うん、はい、なかなかこう、やっぱこう、なんていうの、人間でもバランス力って大切じゃない、はい、バランスのいい人間とか、うん、チームでもバランスがいいとか、うん、だからそのバランスが整ってくると5位ではないんだけどね。あ、だからその、いい、飛び抜けてこう、A 特 A とか S の選手は3人いるけれども、うん、その他の選手がちょっと物足りないよね。そこのバランスが取れてないと思うんですね。あとはね、やっぱこうチーム力として、はい、その力が結集されるかどうか、はい、
そこにかかってるんだけど、はい、まだもうちょっと時間がかかりそうなんだよね。まだ時間がかかる、うん、で最下位が日本ハム。日本ハムはね、はい、やっぱちょっと選手が細い。細い、うんうん、まあ例えばその清宮でも、はい、もう少しやってもいいよね、村上クラスになってもいいぐらい、まあそのぐらいの素質はあるんだけど、はい、だまだやっぱこう怪我がちだったりだとか、うん、結果がそんなに伴ってないというかね、はい、まあああいうところでやっぱこう細さも感じるし、はい、しぶとさはあるんだけど、うん、なかなかこう栗山監督の考えてる野球ができないよね、はい、だからそこまで応えられる選手がまだ揃ってないという、うん、まあ、いうことで、はい、普通常開幕をしたら、はい、こういうふうな予想になったんだよ。通常の開幕であれば通常の開幕、はい、でも、はい、いつ開幕になるか分かんないでしょ。いや本当です。そしたら、はい、ある程度短期決戦になってくるじゃん。あ、確かに試合数はどんどん減っていきますからね。減っていくよな、はい、そうなってくると、はい、やっぱり、ね、それなりに順位は変わる。例えば7月開幕に8月開幕のことだってあり得るんですよね。あり得るよ。だからまあ4月はちょっと 無理っぽいよね。言われてますね。で5月もじゃあそうなったら、はい、じゃあコロナが収束してるかっていうと、うん、ワクチンだってアメリカが発表したのは来年早々にっていうことだったでしょ。はい。さあ今年いつ開幕になるかわからない。はい。もう短期決戦予想になってくる。はい。そうなってくると順位は変わる。お、変わる。これじゃない。ない。ということは、あ、何か出てきた。ちょっと安っぽいなこれ。そうですもうちょっとなんか出ればよかったんですけど、お、はい、今赤で書かれてる方がこれが短期決戦用。お、これなぜかというと、はい、ソフトバンク、うん、怪我人が治ってくる、はい、あ、そういう時間があるということと、はい、ソフトバンクは日本シリーズに強い。これなぜかというとチームに柔軟性がある、はい、外国人でもバントをやらせると、うんうんうん、短期決戦用の戦いをやらせたら今12球団でソフトバンクが1番だと。そうなんですね、うん、ということはこの順位が1位2位が入れ替わる。入れ替わる。楽天は、ね、楽天はなぜかというと長期スパンを考えた時に、はい、8月9月からやっぱその前半の経験値が生きてくると思ってたんだよね、はい、でチームが潤滑油のように回ってくるって、うん、人が、うん、そうなって優勝っていうふうに思ってたんだけど、はい、楽天がやっぱり経験値チームのこう、はい、なんていうかな和みみたいな、うん、そういうものが和というものがやっぱできるには出来上がるにはちょっと短期決戦だとやっぱ移籍組が多いだけにちょっと難しいという、はい、なるほど。でちょっとびっくりしたのが、はい、オリックスが5位から3位に上がってきた、ね、これがねやっぱ投手力なんだ。短期決戦特に投手力、はい、山本、山岡、田島、はい、こういうのが本当の力を出したら強いと思う。これはまとまりとかなんとかいうよりも相手を封じ込めていく、はい、もう短期決戦での投手力ということなんですね、うん、この順位は。そうだから力を発揮できるんじゃないかという。はい、はい。で4位に西武。西武は短期決戦に弱い。苦手としてる。苦手としてる、はい、これやっぱねチームの柔軟性がない、うん、トータル的に打って勝つというチームでしょ、はい、そうなってくると短期決戦ではなかなか難しいとなる。でまだまだ投手陣が、はい、オープン戦では良かったけど信用できないということですね、はい、で5位がロッテ、そして6位に日本ハム、はいはい、まあ日本ハムはね、はい、ちょっとやっぱ力不足かなっていう、うん、そんな感じがするよね、はい、でビアノエがサードに入ってるけど、はい、これが果たしてジャイアンツで全く機能しなかったのが、うん、サードのレギュラーとしてできるかっていうことも不安視するし、はい、ちょっと線が細いかなという、うん、でロッテが落ちたのはやっぱその勢いを誰がつけるんだということだよね。そうですね、短期決戦の中でですよね、うん、若手がパーンと活躍してチームを引っ張るぐらい、まあ、例えば佐々木朗希がバンバン抑えていくとか、うん、なかなかちょっと想像しにくいよね、はい、安田もそうだし藤原もそうだし、まあ、こういうところが出てくればね、はい、レギュラーを脅かすようなことがあれば多分上位に行ける可能性はあるけども、はい、なかなかなんかこっちと一緒のような感覚だよね。楽天とうん、そうですね、うん、
だからこういう風になってるけど、はい、まあ短期決戦用だとまたやっぱり予想は変わってしまうよね。全く変わってきますね。やっぱ変わるよ。そうですね。だからね、変えないやつの方がね、おかしいと思うよ。確かにそうですよね。140何試合を予想する、はいはい、でもこれが100試合切ったとか、はい、そうなってくると絶対予想は変わるよね。まあ、そうですね。絶対100試合も切ってくるわけですし、うん、さらにもっと短くなる可能性っていうのは十分ありますもんね。まあ、そうなってくると予想はね、はい、これ申し訳ないけど、はい、変える。これもしかしたら1ヶ月ごとに順位予想って変わっていくかもしれないですね。これから開幕してないと。さらにまああんまり1ヶ月予想で変えたらお前優柔不断もいいといい加減にせよって言われるなりますか。でも、うん、その間にでもこっちはあくまでフルシーズンという、うん、あ、143試合を戦った場合、うん、でこっちは100試合を切ったという前提だよ、ね、はい、で森藤ファンも増えたということで、はい、お前も予想したんですよ。しました。ちょっといいですか、出して、うん、ありがとうございます。私の予想はこうなってます。お前安っぽいな。ダンボール、だってそこなんかないのか。おい、ダンボールこれに書いてくださいそうなの、言われたんで。いいでしょ、安っぽいね。はい、あ、1位が西武。1位は西武です。あ、これは理由は、やっぱり理由あるよね。理由は、まあ、好きでもいいよ嫌いでも。あ、もちろんあの辻監督とも、あ、はい、もう2度もインタビューさせていただいてますし、 そこはもうあの忖度だな、はい、金冠たまたまもいただいていますし、はい、宮崎で、まあ、もう西武で。西武ね。でちなみに私の今年のラッキーカラーがブルーなんです。青なんですよ。なので西武です。オリックスもブルーじゃん。でもオリックスと西武の戦力を見たときにやっぱり西武の方が上に来るだろうなと思ったので、はい、私はもう1位に西武にしました、はいはい、で2位はソフトバンクです。なんでソフトバンクは強いから。まあもうそこは、まあ、ソフトバンクを A クラスから外したことはないやな。ないですね、はい、もうここは層が厚い、はい、でやっぱり楽天、楽天本当は1位にしたかったんですけれども、はい、やっぱり楽天を今年1位に上げる方ってきっと多いだろうなと思っていた。いや意外とね、いないですか。意外とそうでもなかったよ。ですか、うん、まあまあちょこちょこ普段よりは多かったけど、はい、だけど そこまでではなかった。でもネームバリューが出てる選手のネームバリューだけ見たら本当楽天はここにいてもおかしくないぐらいの位置なんですけど、そこはちょっとあえて3位にしました、はい、で4位はオリックス、はい、もうこれは AJ にかけてます。 AJ にかけて4位。なるほどね、はい、AJ にかけるAJ、まあ、いい、はい、はい、であとはもうロッテ、日本ハム。ここはお前もそうじゃないか。日本ハム、そうです。なんで、なんで、うーん、厳しいかなって見た時にちょっと思うよね。はい、思うんですよね、ロッテと日本ハム。でもね、評価が低い時に力を発揮するのが日本ハムだからね、はい、じゃあもしかすると、うん、トトトトトトトって。いや、そこまではないと思う。どの辺行って、この辺ですか。まあ、行ってギリギリ A クラスとかさ。あ、ここにはちょっと厳しいな。やっぱ戦力が整ってきてるからね、上の方はね。そうなんですよね、やっぱりまとまりってね、先ほど豊さんおっしゃってましたけど、ね、そういう意味でもここら辺かなっていうふうに、そう、ね、はい、思います。まあ、皆さんも、はい、あれだよね、うん、開幕当初、はい、開幕するであるあろう当初の予想と、はいはい、やっぱこう短期決戦になってくるっていった予想は、はい、おそらく皆さん見てる皆さんも変わってると思うよね。そうですね、もう当初とね、うん、まあ、そういうのをコメント欄に、ね、はい、書いてもらえれば、はい、嬉しいです、ね、面白いね、はい、あとあのまたね、あのスポナビの方も、そう、はい、あの順位予想以外のこともね、いろいろやってるんですよね、うん、まあ、そういう詳しいことは概要欄に出てるんで。あ、わかりました、まあ、ちょっと見といてほしいですね、はい、ぜひそちらも合わせてチェックしてください、はい。